エスペルは西洋の多くの言語をサポートしたユニックス向けスペルチェッカーである。いくつかのインターフェースがあり、EMAX などのエディタから呼び出すこともできる。GNU アスペルとは異なり、エスペルはダメラウレビンシャティン距離が1の候補しか示さず、発音規則に基づいてそれ以上の距離の候補を示すことはできない。エスペルの歴史は古く、最初は1971年。 r e 五輪が PDP-10 のアセンブリ言語で書いた。その後、他の者の手で C 言語に書き直され、拡張されていった。エスペルの汎用接字記法体系は、マイスペルなどの他のスペルチェッカーでも真似されている。多くのスペルチェッカーと同様、エスペルは入力ファイルを単語単位に読み込んでいき、単語が辞書にない場合に読み込みを停止する。そして、 考えられる正しいスペルの候補を作成し、間違っている単語とともにユーザーに提示する。ユーザーはそこから適切なスペルを選択し、単語を置換したり、修正せずにそのままにしたり、辞書に新たな単語として登録したりする。エスペルは API を備えたスペルチェッカーの先駆けであり、EMAX での利用を意図していた。 他のアプリケーションもスペルチェック機能を追加するための、この API を利用し、GNU アスペルも同じインターフェースを採用しているため、エスペルを使えるアプリケーションはアスペルも使える。エスペル用の辞書として、多くの西洋の言語の辞書が存在する。ありがとうございます。